はい。皆さん、こんにちは。カメラ部 TV 大です。今日はマクロレンズのお話をちょっとしておきたいなと思います。で、マクロレンズというと、まあ、近くに寄ったりとかですね。から、撮影倍率を大きくして、できるだけ被写体を大きく写すというようなレンズになるんですけども、で、ここでまあ、F 値が変わるであるとか、いろんなお話を聞いたことがあると思うんですね。そのあたりのお話を詳しくしておきたいなと思います。では、スタートです。 それでは今日は3つの項目についてお話したいと思います。まず1つ目、倍率のお話。それから2つ目が実行 F 値の話で。3つ目が性能の特徴ということでお話します。それではまず1つ目、倍率の話です。マクロレンズと聞けば近づいて大きく映せるレンズでしょって思うと思うんですけども、まあ確かにそうなんですけども、特にマクロという定義がきっちりあるわけではないんですね。 ですから、メーカーがマクロといえばマクロになっちゃうんですけども、ただ業界的には2分の1のサイズ以上で映るものっていうような不分率がありますね。つまりセンサー上で実際の大きさの半分に映せればマクロと言っていいよ、みたいな言い方をしてますね。で、良心的なメーカーであればそういうレンズはハーフマクロと言ってます。そしてセンサー上で実際の大きさと同じ大きさに映せるレンズは 当倍マクロと言われます。センサー上で同じ大きさとか半分とかの意味がいまいちわかりにくいと思うんですねで。そこをちゃんと説明します。一円玉を撮影するとしましょう。で皆さんご存知のように一円玉っていうのは直径2センチですよね。なので当倍マクロだということはセンサー上で直径2センチに一円玉が映ってるということなんですね。ハーフマクロだとセンサー上で1センチに映るということになります。 で、さて、ここで勘違いしやすいのが、35ミ、mm、リ版フルサイズの画面を基準に考えて、センサーサイズによって倍率が変わるように思ってしまうことですね。例えば、35ミ、mm、リフルサイズ用の等倍マクロレンズを画面サイズ半分のマイクロフォーサーズにつけて撮影したら2倍マクロになるんじゃねと思うかもしれないんですけども、それは違います。マクロの定義はあくまでもセンサー上での実物の大きさを比較しているだけなんで、 35mm フルサイズ用の等倍マクロレンズをマイクロフォーサーズにつけたところでフルサイズの画面をマイクロフォーサーズのサイズで切り取っただけなんですね。だから1円玉の大きさは変わりません。だから等倍は等倍のままになります。等倍とかハーフとかいう意味をここで理解しておいてください。続いて2つ目、実行 F 値のお話ですで。マクロレンズは距離によって F 値が変わってしまうっていうのは聞いたことがあると思うんですね。 で、その理屈を説明しますね。まずこの図をご覧ください。でレンズは近くを撮るときには繰り出してピントを合わせていきます。で、マクロレンズは普通のレンズよりも近寄って倍率を稼がないといけないので、極端に繰り出す量が多いんですね。で、繰り出した絵がこれになります。以前の動画で説明した式があるんですけども、これまた上の方に出るようにしておきますね。F イコール D 分の F っていうのがあります。このとき F は、 大文字の F は F 値ですね。で、小文字の F が焦点距離、D が後傾になります。この式が基本の F 値を求める式になるんですね。で、例えばですね、マイクロレンズのスペックが50ミ、mm、リの F2.8 だったとしますと、2.8イコール50を D で割ったという形になるので、D は14ミ、mm、リになります。で、この後径が14ミ、mm、リっていうのがこれで計算ができますね。 でこれをちょっと覚えておいてください。で、ここでもう一つ式があります。これも、えー、以前の動画で説明していますけども、えー、結像工学系の基本式があります。A 分の1プラス B 分の1イコール F 分の1っていうのがあります。で、A が被写体距離。で、B がレンズ中心からセンサーまでの距離。で、F が焦点距離になりますね。 そして、レンズに明記している焦点距離と F 値っていうのは、無限遠の被写体にピントを合わせた時の焦点距離と F 値を書いてるんですね。ですから、この式を使って F 値を計算してみましょう。例えば、等倍の撮影をするのに、50ミリのレンズで被写体距離15センチ。これで等倍になったとしましょう。これで先ほどの式に当てはめてみますね。 被写体距離が15センチですから150ミ、mm、リですね。なので A 分の1は150分の1になります。で、B 分の1がちょっとわからない。で、F 分の1は50分の1になりますね。ということは、B 分の1を求めたいので、B 分の1イコール50分の1マイナス150分の1になります。で、これを解いていくと、B は75になるんですね。 レンズの中心とセンサーの距離が75ミ、mm、リまでのところまで繰り出さないといけないということなんです。もともとが50ミ、mm、リのレンズですから25ミ、mm、リも繰り出していることになるんですね。ではこの75を使って F 値を求めてみましょう。で、先ほどのですね、F 値イコール焦点距離を光傾で割ったもの、F イコール D 分の F という式がありましたよね。 で、これはですね、あくまでもピントがあった状態での話になりますんで、ここでですね、小文字の F を75に置き換えます。合計は先ほどの14ミ、mm、リで変わりませんから、F 値イコール 75÷14。この14は先ほど求めた数字ですねで。これを計算すれば F 値になります。そうすると、この数値がですね、5.4になるんですね。 なので、15センチの被写体をですね、50ミ、mm、リの F2.8 のマクロレンズで撮ったら、F5.4 になっちゃうんですね。開放にしてても F5.4 になってしまうということになります。もちろん理論上でのお話ですから、光学設計的に極力緩和するような、でっていうのは入れられてますけども、完全になくすことは理論的には不可能です。 複数のフォーカスレンズ群を使ってできるだけ繰り出しをせずに近接撮影できるようにしているレンズっていうのもあるんですけども光学的に起こっている現象は同じなので実行 F 値っていうのは暗くなりますこれが実行 F 値の話ですねただですね今のカメラっていうのはレンズを通った光を実際に明るさを測定してますのでこの実行 F 値が暗くなったとしても我々 使うものにとっては何も触る必要はないです。自動で明るさを測って、チャッタースピードであったり、位相を変更して適正露出で撮ってくれます。だから普通は気にしなくてもいいです。ただですね、昔のマニュアルで合わすカメラ、露出系も何もないようなカメラで、それで撮影するときには、この実行 F 値っていうのが分かってないと露出がアンダーになってしまいますね。そういったカメラを使うときには十分注意してください。 次、三つ目、性能の特徴ですね。でマクロレンズの、えー、撮影っていうと、被写体といえば花とか、そういうのが思い浮かぶと思うんですけども、例えばですね、書面であったりとか、文化財とかの記録にも使われます。従って、単に近寄れたり、倍率が高いだけではいけないんですね。まず、画像の寸法的な信頼性というものが必要になってきます。 例えば1センチのものを画面中央では1センチだけど、端で取ると1.2センチになります。ではお話にならないんですね。で、また画面中央で直線、まっすぐな線が、画面端では弓なりになりますよ。これもダメですよね。また中央でピント合わせると、まあ右端がちょっとぼやけてます。みたいな、こういうのもダメですよね。 ということは、つまり、周差で言うと、Y 極周差であったり、増面湾曲っていうのを極力抑える必要がありますね。そしてですね、さらに肩ぼけなんかが発生しないように、要は増面性ですね、これを作り込むことが非常に重要になってきます。ただ、こういうレンズで作り込んでもボディー側が出てないと、そういう現象が出てしまいますので、そうなった場合はボディー側を調整し直してもらうしかないですね。 ですから、マクロレンズっていうのは非常に歪みが少ないようなレンズの設計します。なので、マクロレンズの歪みのなさを好んで、ポートレート撮影なんかに、えー、好んで使われる方も比較的多いですねで。基本的にマクロで撮影すると背景ボケが入ることが多いので、比較的後ろボケなんかも綺麗になるように配慮されていることは多いです。でそういう使い方にもだから良いかもしれませんね。 で基本的に近接での撮影が目的なので、それほど高周波の改造っていうのが求められるものではないんですけども、ただ最近デジタルになって非常に高倍、えー、率で観察するということも増えましたので、結構改造度も上げたレンズっていうのが増えてきてます。なので、えー、最近のデジタル用のレンズでは改造に関してもそんなに問題になることはないと思います。 ですから、マクロレンズっていうのは、まあ基本的に癖のない万能レンズといえばそうなるのかもしれませんね。ただ、焦点距離はですね、標準レンズよりも長いものに限定されますので、広角よりでそういうレンズが欲しいと言ってもなかなかないと思います。ただですね、ポートレートの撮影に使いたいと。 で、F1.4 っていうポートレート用レンズっていうのもたくさんありますけども、そこまで必要ないよとするほど頻度も高くないよっていうんであれば、同程度の焦点距離でマクロレンズを選択するっていうのも、まあ、使い勝手がいいですし、使用頻度も上がるかもしれないですね。いい選択かもしれません。 そして先ほど焦点距離の話をちょっとしましたけども、だいたい50ミリクラスのものと100ミリクラス、で、まあ長いものだと200ミリクラスっていうものもあります。そういうマクロレンズっていうのは各社出してくれてるんですけども、これはね、どうやって選ぶかというと、ワークディスタンスをどう取るかっていうところを考えてもらえばいいと思います。同じ頭倍まで撮影できるんでも200ミリの方が離れて取れます。 で、100ミ、mm、リはその中間ですね。50ミ、mm、リになると、本当にテーブルショットぐらいで、等倍になるよっていうぐらいのワークディスタンスになりますね。なので、何を取りたいかによって、焦点距離を選んでもらうようにしたらいいと思います。まあ、普段使いに使うんだったら、もう50ミ、mm、リクラスの方が使いやすいかもしれないですね。なので、まあ、最近は75ミ、mm、リとか80ミ、mm、リとかいうのが多いかもしれないんですけども、まあ、そういうものを選んでおけば、ワークディスタンス的には、 ある程度の幅を抑えることができるかもしれませんね。ということで今日はマクロレンズについて少しお話しさせてもらいました。えー、結構最近いろんな、えー、サードパーティーさんからも出ていますし、えー、選択肢の幅は広がってると思うので、マクロレンズは一本持っといて損はないレンズかなと思います。ということで今日はこれぐらいにします。では、バイバイ。